海苔が思った以上に肉厚ですね、うんうん、美味しい。松寿司さんといえば結構アジのイメージあるんで、イメージが強い。白っぽいですね今日のアジ。なんでどうなの、でもね、しっかり脂が乗ってます。しっとり脂がある感じの味っぽくない味というか、時期によるものですか。もう今出始めですよ。これからです。これからもっともっと良くなる。これから味が濃くなってきます。大将ってさ、あの自分がずっとなんか食べ続けてきて身についてるもの、それともこうやっぱり自分がやっぱりやり続けてきてですよ、この感覚。もうだってもうこんなんで0コマ何ミリの世界なんで、これぐらいがいいとか、やっぱりそれはあると思う。寿司の色の一体感がすごい。ずっしりしてる。お店はもうずっと親父さんの時もここなんですか。客層がすごい良さそうです。昔はね、この通りでも寿司屋なんか4軒やったし、もう寿司屋以外の朝の習慣やって、町中華もあるし、寿司屋さんがあったりとか、大学生あったりとか、そんないっぱいありますよね。天王寺ぐらいまでずっと、そちらでは住宅街頭入ってる。今お家が残ってる。すごい。ビターな感じもまた美味しいですね。チョコレートですね。美味しい。ビターチョコレートの味わい。そら豆、ほろほろで美味しい。あ、香りがいいですね。舌に絡みついてくる。ねっとり。うまい。味濃いですね。あれ野菜ね。中トロもそうですね。ちょっとさっくり系の。うん。ほかほかです。うん。フレッシュ。でも油がもう溶けてる。大将の手が油で、すごいですね。ハンドクリームいらないですよね。すごいですね。すごいテカテカ。かなりふっくらしてますね。シャリとすごい合う。何貫でもいけますねこれ。いやこれ噛む必要はないですね。一噛み目全部もう溶けてった。トロットロの根も食感がギリ残ってる。濃いめですね。さっぱりめの大トロの炙りみたいな見た目がもうすごかったです。肉でした。この油は僕一番好きです。いや全然重くない。もっと油の感じが全然重くないです。これは温熟なんですよ。千葉温熟って産地ですか。そうです。どういう人ですか。御堂筋の10個は宿金目松浦とかありますね。はい、調子とか調子もいいけど、温熟のやつのサイズがある。まあ僕らは魚に指定しているんで、こういう感じして引っ張ってくるんです。引っ張ってくるのも大変なんですよね。金目使うときはその温熟のしか基本的には、そう、それをベースです。なかったら勝浦とか、もちろん勝浦の中でもいろいろある。
間違いないやつ、うん、白焼きよりタレ、タレがある方が。何が入ってるんですかこれ。シンプルです。高野かんぴょうと卵とエビと三つ葉、うん、これ卵って2種類ですか。卵は1種類。白い方、高野豆腐。高野豆腐、食べたことない。そう、絶対太巻き入ってるよ。太巻きに入ってないです。関西風じゃなくて。関西は普通に入ってる。東京も東京入ってるんですか。東京少ないかも。この太巻き文化じゃないからね。いやいや、そんなことない。スケロクあるんじゃん。あるよ、絶対あるよ。高野豆腐入ってないですよ。何が入るの？椎茸？山ごぼうとか、まあ、きゅうりが入ってる。きゅうり？きゅうり、卵、穴子、かんぴょう。まあ、店によってね、あれやけど。もっと少ないっすよ。こんな具が入ってない。高野豆腐は初めてですよ。関西は、大体入る。入らんとなんかおかしいよね。なんか味がたまんない。なんか玉2種類使ってるのかなと思ったんですけど、豆腐だったんだ。昼と夜1回転ずつですよね。基本で週2回ぐらいは3回転ずつ。あ、そうですか。でももう長くね。めっちゃ来てるのに。昼1、夜2って感じです。6時からと8時半からと。はい。これはどこの県先なんですか。これ長崎です。長崎。はい。ちょっとでも夏っぽい感じというか、酸味が、うん、美味しい。ご飯もうまいな、これ。切り付けの厚みが大事ですか。ですよね。あ、もちろん物も大事ですけど、これぐらいでやっぱり良さが。あんだけお肉の感じがあるけど、軽いっていうか上質な脂。まあ今シーズンナンバーワン金目。でも金目も本当昆布締めしたりとか、やっぱり結構パターンがありますよね。印象に残る味ですね。いや、めちゃくちゃインパクトあるけど重すぎない。このタイミングで出てきても全然食べれる。トロの脂じゃダメなんですよ。金目鯛ってもう結構時期決まってるますか。もうでも今年はちょっと長いです。ちょっと終わりです。言うてるんです。本来は春先ぐらい、3月ぐらいが一番うまいです。3月から始まってこの5月、3、4、5、6、まあ残る6ぐらいが一番うまいです。でも年中ありますけどね。なんかイメージは、はい。